Z250FT とは、川崎重工業が製造していたオートバイである。1979年1月発売。それまで 250cc400cc クラス、主力モデルであった2ストロークエンジンを搭載する、KH250KH400 からの、モデルチェンジとして、Z400FX と共に開発された4、ストロークエンジン搭載モデルである。ただし、 KH250KH400 の生産終了は1980年2月、販売は1982年頃まで行われたため、時期的にはほぼ平売の状態となる。Z400FX と姉妹車に位置付けされる場合もあるが、実質的には販売ラインナップにおける上位、買いモデルである。フレームエンジンなどはそれぞれ専用設計であり、共用部品を除き外観デザイン以外の、 車体構成に共通性はない。1979年から1980年の同時期は、それまでの川崎車の曲線的な類的型タンクや、湾曲した鱗型サイドカバー及びテールカウルから、直線基調のボクシーなデザインへの転換期であり、Z1000M2Z750FXZ400FX と共通するグラフィックの採用により、 ブランドイメージに統一感を持たせた。当時の 250cc クラスは 400cc クラスとフレームを共用してエンジンのみをスケールダウンしたモデルがある時で車格に比べて非力であった。その中で空冷サイチェシーにバルブながらタコメーターのハリーがたやすくレッドゾーンに飛び込むほどよく回るエンジンと専用設計された軽量な車体で好評を博した。 Z250FT に搭載されていた空冷4ストローク o h c にバルブ直列に気筒エンジンはその後もアメリカンの z 2 5 0リミテッドツインに流用され1980年代後半まで流れている。一方で GPZ250 の後継モデルである GPZ250R には採用されず、変わって 新開発の水冷4ストローク DOHC4 バルブ直列2気筒が搭載された。このエンジンは GPZ250R から後継のグランプリ 250R、さらに ZZR250 でも採用され続け、2007年の ZZR250 最終型まで製造された。なお、ZZR250 に至る。 川崎 250cc 二気筒エンジンの系譜の原点として語られることの多い Z250FT だが前日の通り 250cc4 ストローク直列二気筒である点のみが共通項であり空冷2バルブと水冷4バルブとの違いがある1983年に発売された GPZ250 が後継モデルである1982年に ホンダから VT250 回が発売されると4ストローク車も高出力化近代化が進んだ若者向けの設定である Z250FT は市場での競争力を失ったため GPZ250 へモデルチェンジされた GPZ250 は GPZ シリーズの流麗なスタイリングとベルトドライブが大きな特徴となっているエンジンは 各部のリファインにより、z 二百五十 f t での二十七 p s 一万回転、二 2.1kg、8000回転に対し、g p z 二百五十では三十三 p s 一万五百回転、二 2.3kgM、八千五百回転となり、六馬力の出力向上を果たした。車体も、乾燥重量百 153kg に対して百 146kg と、 軽量化し、ユニトラックサスペンションの採用と合わせて、運動性も向上している。また、直接的な派生車種としては、輸出仕様の Z250 バイトがある。エンジンやフレームなど、基本的な車体構成は共通ながら、前後とも、油圧式、ディスクブレーキとキャストホイールを装備した Z250FT に対し、Z250 バイトでは、前後とも、 ドラムブレーキとスポークホイールを装備する点が大きな差異となっている。また、車体カラーは単色であり、左右に本出しではなく右出しの集合マフラーである点も異なっている。なお、Z250FT も Z250A として輸出モデルが存在する。Z250A の後継車種としては、ベルトドライブとユニトラックサスを採用した、ネイキッドモデル Z250T。 スコーピオンがある。なお、Z250C の名称を使用したのは、国内版 Z250FS の輸出モデルにおいてであり、同車種は単気等エンジン搭載モデルで、Z250FT との関連性はない。これとは別の派生車種として、アメリカンタイプの Z250 リミテッドツインがある。1981年に発売された、このリミテッドツインは、 前年80年発売の Z250 リミテッドが Z250FS をベースにした単気筒モデルのアメリカンであるのと同じ手法を持ち、Z250FT をベースにした二気筒モデルのアメリカンである。初期型では FT 同様にチェーン駆動方式が取られていたが、1982年10月発売の後期型では駆動方式を変更してベルトドライブを採用した。 なお、FT の後継機種である GPZ250 も同型エンジンを搭載してベルトドライブを採用している。また、排気量拡大版として GPZ305 と同型のエンジンを搭載する Z305 リミテッドツインも存在した。川崎グランプリ250のバイクカタログウェビックモ車種別情報川崎 250CC グランプリ250バイクカタログ。 クォーターツインモデルの系譜としている。川崎 Z250 リミテッドツインのバイクカタログウェイビックモ車種別情報川崎 250CCZ250 250バイクカタログ OHC ツインを GPZ のベースとしている。ありがとうございます。